はい、ということでお手洗い会でございますはいお願いしますあえ忘れてたわ言うの<何>あのさえっ、ー、と多分前前回の動画が今日上がってるんですよ前前僕のウルルンの回、うん、水曜日配信ですから、うん、そこに YouTube のコメントにあの岸本さんのファンからコメントが来てたタイからあああのあれねうんあれね <laughs> 岸本さんに <laughs> うん 岸本さん宛にと渡された渡されたの僕は、ねうん、マカロンを、うん、岸本さんは食べましたか感想お願いしますって言ってこの人を、うん、僕と奥さんには全く何も持ってきてないんですよ、うん、岸本さんにだけマカロンを持ってきてたの、うん、これ食べましたかって言って連絡来てましたけど、うん、どうですかいやまだ食べてないんで <laughs> あのあれですよあの皆さんちょっと思ってるよりですね、うん、お菓子めちゃくちゃたまってるんですよあとさ あの、タイでマカロンをもらっても、うん、道中溶けますよ。いや、だから、そうなのよ。うん、あの、チョコレート系はね、結構あの、そうそう、溶けちゃうの。持ってくるまでにもう、<ー>あの、原型とどめてないこともある、ね。そうなんですよね。えー、そ,うそうそうそう。なのでちょっとね、まあ、岸本さん渡すときには、まあ、原型をとどめていましたけれども。<laughs> まあまあ、まあまあ、溶けてましたよね、うん。うーん、マカロン。 っていう感じのクイズ出せるぐらいになってましたよ、でもね、ちゃんとありまして、でも、渡しましたから、きちんと、一応、一応ね、あれなんですよ、他の方にもあれ、一応言っとくと、バレンタインデーとかでね、イベントとかやると、結構な量もらってるんで、一人で食べるの、なかなかなんですよ、だからね、1ヶ月ぐらいかけて、ちょっとずつ食べてるんで、でも一応、自分で。 食べてるんで、あのその辺は皆さんありがとうございます。じゃあどし送ってもいいってこと？いやどしどしじゃなくてもういいから。だいぶだいぶ太ってきたから。はいはいはい。じゃあちょっとその辺も踏まえてね。はい。だから細いスリムな岸本さんがずっと見たいっていう人はちょっとおかしではなく何か例えばだけれどもメグリズムなり、足マッサージのなんかシップなり、そうそう。あの暑いのがいいですよね。入浴剤とかね。あのそ要はなんていうか。 期限がないいいものかかななどっっちてうおかつその食材というよりは何か体に使うような気遣うようなものがいいですよね無理に持ってこなくても大丈夫ですしね何か渡したいという人はこういうのがいいのかなと僕思まあ甘いも別に好きなんであれは食っちゃうんですけど知らないうちにどんどん太っていってるからねっていうのは言っときますけでも皆さんの責任でもあるっていうふうに考えていただきたいかわいそうだわ もう無糖ミルクティー飲んでら、岸本さん。もう今、飲み物は全部無糖にしてたんで、基本的にあ、そうですか、すみません、ちょっとあのそういう話がしたかったんです。なんで、ね、言ってきた今日の今日でしたから、今日の今日ですからね。一応渡してますから、全部。まあ、そうですね。ちゃんと届いてはおります。はいはいはい。えー、何でしたっけあ、お便りですね。お便りね。お便りお願いします。じゃあ、ごめんいきたいと思います。はい、お願いします。岸本さん、林さん、奥さんはこんにちは。こんにちは。 えー、去年2度埋葬された女の人の話をメールした北アイルランド在住の虎屋のようですありがとうございます、えー、仕事の休憩時にトシボーイズのビデオを見て、えー、夕飯作りの最中にトシみなを聞くというのが私の楽しみですあしい今回は、えー、何年も前に、えー、義母から聞いた話を思い出したのでお便りし,しました、うんえー、それは魔女になる方法ですと えー、アイルランドでは同じ名字の男の人と結婚すると魔女になれるとのこと<ー>、えー、冗談もほどほどにしてよと思いながらよくよく聞いてみると魔女ではなくヒーラー、えー、かっこ進行治療師、うん、心霊治療師のことで。うんうん えー、昔々医者がいない貧しい医者が治せなかったという理由でヒーラーを頼るのはごく当たり前のことだったそうですその話を聞いてから数か月後に義母の持病が悪化し、うん、治らないとお医者さんに言われたので、うんえー、姉,姉が人づてに知ったヒーラーの家に義母を連れて行きましたうん、うん、帰ってきた義母の言葉を和訳すると「うん、どこにでもある普通の家よ」 うん、部屋の真ん中に椅子があってそこに座るように言われた、うん、私は何もしなかったけれどヒーラーさんが何かを唱えながら私の周りをぐるぐる歩き始めたの、うん、少ししたら体が芯からじわじわ温かくなってこんな感覚は初めて不思議だった、うん、その人はお金は受け取ってくれなかったのよ自分の利益のためにパワーを使うのは良くないんだって でもどうしてもお礼がしたい人のために慈善団体が用意した募金箱が何種類か部屋に置かれていたからいくらか寄付してきたわ、うんうん、なんだか少しだけ楽になった感じだけどプラセボ効果かしらねあれだけで治ったらお医者さんはみんな失業しちゃうわよ、うん、でもあのヒーラーさんはただ者じゃないわ、うんうんうん 残念ながら数か月後に義母はなくなりましたが、うん、心身ともに辛い時に一瞬でも本人が前向きな心を持ってたのは良かったというのが私の感想です今、ネットで調べたのですがアイルランドで伝統的なヒーラーになれる条件は他にもいくつかあるようです。番、うん、番目の息子の7番目ののの息息子子、うん、生まれる前に父親が亡くなった人、うん 名字が同じ人と結婚した女性の娘など、うん、稀な状況下で生まれた人には何か特別なパワーが宿っているということでしょうか、うんえー、日本各地にも能力者になれる条件の言い伝えがあってもおかしくはないですよね、うんうん、お二人は何かご存知でしょうか。はい、では、今回、えー、その辺で、えー、そろそろ寒い時期になりますお体に気をつけください。とといいいうことででたただきましたすいやすごい能力ですよねこれお医者さんが もう無理だよって言ってるのをこのヒーラーの人が、まあ、一瞬だけれども、ね、軽くしてくれたというまあプラセボ効果だとして、うん、体が芯から温まるってのはあんまり、うん、なかなか難しいと思うからね、うん、プラセボだとしてもえっとこれ北アイルランドですけど、うん、ブラジルにホセ・アリゴーっていう人がいたんですよ、うん、これウィキペディアにも残ってる、はい、でもう亡くなられてると思います結構前に。 あのはいはいレーザ社みたいな人そうそうそう,そう、うん、でこの人がちょっと有名になったのが中岡俊哉先生が話を聞いてこのブラジルのホセ・アリゴーに会いに行ったんですよあのね取材心研究みたいな人だでよ、ね、そうです だから昔の山口敏太郎みたいな、ね、感じで今で言うんですけども、うん、でそんな中岡俊哉先生がブラジルに行って、うんうん、足がね魚の目かなんかで歩けないぐらい痛かったんですってあその時点でね。で補正アリ号が、うん、あの要はメスも使わんと悪くなっている幹部をさすったり手を突っ込んだりして。うん <laughs> 悪いところを掴んでふっと体から取ると治るみたいなねなんか心霊手術みたいな言われ方してたなねでそれでやってもらうんですよ中岡俊哉先生は確かね動画も回してたんですよねカメラも回しててどうなるんだろうと思ったら指をどんどん足の中に突っ込んでいくんですって自分の足の裏に指が入っていくっていことですよねそう言っても 全部じゃないよ。半分ぐらいずぐっと履いていて、で何かを掴まれた感覚があるって書いてましたね本人は。でグッと抜くとホセアリ号の手には玉みたいなのがあったんですって玉。球体のね何やこれと思って抜かれた足の方を見てみたら穴が開いてるんですよ足にこれを抜いたのと思って気色悪い何やこれと思って「もう終わりましたよあなたは歩けるはずです」って言われて。 中岡先生が「いや来る時あんな痛かったのにこんな一瞬で治るかい!」と思って歩いてみたら歩けて杖なしで歩いて帰ったって話があるんですよだからあの時足からね取ったのは魚の目のもう全部ちゃうか」って言って魚の目ってだから丸いんだなその中はそれをグンと取られたって言ってでもう大穴開けてそれって大丈夫なのかね花はね そ,うそれもちょっと気にななるんだよそれで歩いて帰ったって話もありますから、うんうん、多分そんな話あった確かちょっと調べてみてください皆さん記憶もしかしたら違うかもしれないんで,りで結構中岡さんは会議派というかいろいろそういうのも、ねうん、その全部信じてるって感じじゃない人だからねそうそうそうだってあれですからユリ・ゲラーさんのことは信じてませんからうん、うん、ねだからそこが 体験してしかも治ったってなると手品師って言ってましたからね、うん、えとユリ・ゲラーさんのことで岸本、うん、さんもいろいろヒーラーいわゆるヒーラーのところに行ってこの人の言う,うん、うん、ヒーラーのところに行って自分で体験して体験型であこの人と信じられるかもっていうのがあってから初めて信じるじゃないですかそうだ、ね、信じるというかうん、うん、信じてもいいかもに変わるじゃないですか。 何かしらの力はあるっていうのが分かるっていうけどだから多分同じやと思うんですよ中岡先生と岸本さんのこのラインからは信じられるなっていう線引きってだからこれで言うとだからおばあちゃんが助かった一瞬でもっていう楽になったっていうのってなんか僕は信用できるなと思うんですよね。これもだかから本当にりやすい そのところで言うとお金受け取ってないから、うん、なんでそんなメリットねえことやるんだよっていうのがまだあるからねそうそうまあね、うん、まあだからそれはちょっと信じてもいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、でも最近はあれらしいですよ、うん、霊能者みたいな人に話を聞いたらあの、うん、口コミで使えるから無料でもいいっつってましたね だから自分がなんぼ霊能者やって言っても全然広まらないんですよ。だけれども無料で見たって言ったら無料で見てもらったんだよよくなったんだよって言ったら口コミで広まっていくからその場所でねだから無料でも全然得があるって話しててでもどっからお金を取るか分かんないでだよね。 まあ無料で見るっていうのは全然普通にある話ではあるんだけれどもうん、うん、ただそのヒーラーの方は別に知名度上げたって意味ないから北アイランドの人はね、うん、だ,だってその、ね、別にやってないもんねプロとしてっていうかねあ、うん、あの人の話面白かったな松永さん<誰>松永さんっていう ちょっと名前間違えたらすいませんね本当に失礼なんですけどうん、うん、松永さんっていう、うんえとね、オカルトエンタメ大学とかにも出ていらしたことがあった女性の看護師さん。看護師ただ日本で看護師をしてるんじゃなくって、うん、アフリカとかあああ分かでもった。 体を治すすんですってで中にはお医者さんにもこれ無理だよって言われてでないでもって治したなんて話があるの同じような話なんか弟子入りかなんかしてたててみたいなそうですねっっそんな話してます儀式を一緒にやったみたいなその動画を見させてもらいましたけどかなり面白くってうん、うん、信仰心も強いのが言葉は分からないんだけれどもなんか伝わってくるんですよね完全になんか信じてやってるっていうのがうん、うん、一心不乱になんかそういうのがあってすごいやっぱりその 日本でいうと「うさんくさい」とかって言われるけどねちょっと国によってだいぶ違うよねその温度差はだからすっごいそういう話聞くとゾクッとすするし面白いいな思まこれが俺やっぱ面白いなと思ったのはさその魔女になれる方法がさ同じ名字の男の人と結婚するとかさその7番目の息子の7番目の息子とかすげえだいぶピンポイント そうだかだ。7人以上の子供がいて、うんそ,ね、でそれのまた7番目の息子ってことはだから相当先じゃないと分かんないってことだよね,よねだからビッグダディやビッグダディぐらいじゃないってことだよ <laughs> ねき<う>そうだい、ね、ビッグダディの息子の中で。うん ま,そのまたビッグダディやらないと、難しいってことよね、うんうん、ビッグダディがまた帰ってきたっていう特番をできるぐらい、こだくさんになれば、これさ、昔だったらありえるよね,ね、昔はもっとね、いっぱい兄弟いたっていうのがあるから、うん、かかね、今だとかなり厳しいよな、あと、名字が同じ人と結婚した、うん、し女性の娘、そもそも <laughs> すごいいそもそもそそれも難しいからね。うん なんかだから相当レアななり方だなとはちょっと思いましたけどわ、ねうん、かるわかるものすごい難しそうなのでもこれってアルビノの人にちょっとその神秘性を感じるとかっていうのはちょっと近い気がするのなんかレアなことに価値があるっていうのがねすごいわかります確かにアルビノ確かには、ねうんねねね、似てるかもね、はいうん、作るみたいなね自分のアルビノをねこれはだからちょっと面白い 日本とかでもあったら面白いね。うん、そうですね。どういう風にしたあれとかあったもんね。お前が取材したあの目つぶす。あ、あ、そうね。あれもまあちょっとあれはちょっと中国地方山口か山口県だったかな。うん、そうですそうです。山口県の特殊な話だなと思います。お孫さんがむちゃくちゃあれですよね。ブランドで身固めてるっていうね。うんいましたいました。まあまあ面白いですね。はい、面白いまたアイルランドとかの ならではの情報あったら、ぜひお聞きいただきたいですね。海外の話面白いわ。うん、ありがとうございます。ええ、じゃ、あ次。特売日。特売日さん。です特売日さん。はい。はい、ありがとうございます。嬉しい。特売日ね。トシボしぼい様、奥様はじめました。特売日と申します。はい、あざます。え今回体験した心霊体験をお話ししたく、テーマなどに沿っていないとは思いますが、お便りさせていただきました。ええ。 これはもう7年ほど前の話です、うん、当時私と仲の良かった女の子ここでは K とさせていただきます、はいえー、は水商売をしておりました、うん、彼女の家は井の頭公園の近く同じ水,水商売の女の子たちがルームシェアする小さなアパートでした、うん、その日 K の仕事が終わるのを待ち右手が学校左手が井の頭公園の間の道を2人で歩いていました、うん 久しぶりに会ったケイとの話を弾ませながらしばらく歩いていると学校側ボールなどが道路に出てしまうことを防止なのか、えー、囲むように立てられているフェンスにグラウンドを眺めるように小学生くらいの男の子がしがみついているのに気がつきました、うんえー、特に気にせずしばらく歩いていると不意にケイが立ち止まります、うん、ねえ今夜中の2時だよね 一瞬で、K、の言いたいたことが分かりました怖いねこの時間にあんな小さな子がいるはずがない恐れというよりかは心配で後ろを振り返ると男の子はいませんああえその時はあまりにその男の子がはっきりと見えたので帰ったのかなとあまり気にしていませんでした、はい、翌日昼過ぎに K の部屋で目覚めコンビニにご飯買いに行くと聞くと彼女は「足が重い」と言います。うん デリカシーのない私はどんなプレーしたんだよジャンピングキジョイかなどとからかっていましたが K の目の下のクマがどんどん濃くなる気がして恐ろしくなり、うん、とりあえず予約してるし Y ちゃんの店行こっかはい、はい、とその日行く予定だった友人 Y が働くガールズバーへ向かいました「うん、Y には霊感がありもしかしたら何か見えるかも」 一物の希望を抱き店内に入った瞬間、うん、Y は何に誰それ何連れてきてんの足ない男の子じゃん<え>と大声で叫びました、うん、足のない男の子そういえば昨日見た男の子を思い出すと足が見えなかった、うん、途端に恐ろしくなり酒を浴びるほど飲みましたが酔えぬまままた昨日の道を歩き拾え 昨日男の子を見た場所にはお花が手向けられていましたすべてを悟り境を見るとその日一日無口だった彼女が涙をこぼしています、うん、ただごとではないと感じガールズバーの Y からも「絶対にお祓いを」と言われていたので、うん、昨日と同じ部屋に着くと片っ端から神社やお寺を調べました、うん、しかし Y は携帯で私が神社寺を調べようとするのを あありととらゆる手で阻止ししようとしてくるんです、うん、その姿は先ほどまで泣いて元気のなかった彼女とは別人のようでした、うん、結局翌朝神社へ刑を連れて行こうとすると暴れて手がつけられずアクティブだった彼女は部屋に引きこもるようになりました、うん、どんどん痩せ無理やり連れて行った外食その後撮ったプリクラにはガリガリの真っ黒な人間が映ったり えー、結果的にか私は彼女を見放してしまいました、はい、今でもあんなことになるならそうしなければよかったと後悔しています、うん、私がトシボイズ様を知ったのは東京で行われた祝祭の呪物展です,す地上でクソうめい陣を飲み最高になった後展示を見に行き許可なしにイケメンが呪物を触っていると不信がっていましたが、うん、後にトシボイズチャンネルを知りあれ、林さんやんけと公開しましたお話したかった。 一緒に行った連れは呪いの絵を見てからとてつもない体調不良になっていましたうん私は何ともなかったですがいつか連れに起こった不調と K のその後の転落を投稿できたらと思います<ー>今年は年越しさん見に行きたいけど速乾だからなぁとメソメソしております、うん、でかいとこでやってください応援しています特売日でしたはいあざいます特売日でしたはいあいます、はい、ありがとうございますジャンピング騎乗位ってああ そこがちょっと気になりました一物の希望みたいなこと言ってましたね一物の不安じゃなくて一物の希望みたいななんかちょこちょことさそういうなんかあのよくわかんない言葉がちょこちょこっと入ってくるからそうねふざけてんのかなと思いきやきちっとした階段やし心ぐちゃぐちゃになっちゃってさ階段自体はかなり階段っていうかねまあこの体験談ではあるからね リアルでなんか、怖がらせようとしてる感じがないじゃないそうね。全然、本当に会ったありのままを話してるし、うん、あと、おい、お前ジャンピング気上位でもしたんかって言えるさ、二、うん、人ってすっごい仲いいよね。<laughs> 素敵やん。素敵やんってありますよね。熊 <laughs> めっちゃできてるんですよ。うん、そんな子にさ、うん、お前ジャンピング気上位でもしたんかいって言えるってものすごいいい仲よね。うん、あんまり、 受けなかったんだろうねその後の空気の感じとかを察すると仲良くいてね2人いやだからもう仲良くいられなくなってるあそうか。この後いろいろまたなんかあったみたいなんでねその後のねそのあと転落とかって書いてたんですごいねなんかあったんでしょうねちょっと怖いですよねまあでも子どもの例ねしっかり見えるっていうよね見る人はねみんな みんなっていうか、まあ、かなり、うん、あの霊能者じゃないタイプの霊感強い系の人で見えるのは。そういうのがなんか多いんだよな。あれさ、俺もうだいぶ前、ええ、二千十とか17に経験したんですけど、紀藤さんに話したけど。木札、霊が見える。<ー>木札を手に入れてから。 夜中に歩いてたら土下座してる男の人にだって話したじゃん土下座サラリーマン土下座サラリーマンほんで一瞬目離してもう一回見たら 50m ぐらい離れたサラリーマンが俺の真横おったのよえって思って頭ごちごちぶつけてるみたいな土下座しててねごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言ってでまた一瞬目話したらいなくなったみたいなそれもさ人間なのもう人間って言ってたからねそう完全に人間にしか見えないんですよね だからなんかほんまに霊って透けてるとかってイメージがあったりだとかさ、うん、なんか人間とは思えなかったんですその人がとかって言うじゃない？人間にしか見えないんだけど、うん、人間とは思えなかったんですみたいなうん、うん、なぜか、俺人間にしか見えなかったんですよね。そうだね。うん、それってなんかそういう感じの言い方だったよね。そうだって説明する時もね。興奮しすぎて電話したもん奥さんに見た時に、うん、ええっ,って。 これ幽霊ななんかなどってでもさ幽霊って確信持てる瞬間ってないからねないね基本ベースだからありえないことが起きたらだけどありえないことなんてそうそう起きないしそうでもこのパターンが非常に多いね <うん S 2> 僕が聞く限りだとあの子供とかが要は ありえないこの時間帯のこの山奥に一人でいるなんてありえないっていうので分かるっていう、ね、男女成長した大人やったら、うん、まあまああるかと思うけど子供ってありえないから気づくんですよねそう,そう,うん一人で子供ががんかフェンスつかみかかっているとかあと,あとね俺が聞いたので面白かったのは、うん、暗いところではっきり見えすぎるんだってあまるで発酵してるみたいにあの発,光発光でもないいらしいんだけど なんかそこだけがその子だけが、うん、そこに例えば隣に人間がいたとしたらはい、はい、人間の方はもう真っ暗で見えないはずなのにその子は結構ちゃんと見えるっていう,うだからその目で見てるんじゃないみたいな感じだ、ね、カメラとか詳しい人だと分かる、はい、気づくらしいね、うん、これ絶対おかしいっていう<ー>、うん、そういうの味わいたいな 俺なんか気づかないかなって思うけど、ね、だから本当に異常なことが見えない起きない限り気づかだから岸本さんだってあれじゃん、うん、心霊スポットでさ、うん、あのお経が聞こえても「は燃えて」って言ってたじゃんあそうそうそうね<え>あの寒いなって思ったそうむちゃくちゃ寒い演出するやんって言ってたけど、うん、誰もそれ聞こえてなかったみたいなさ、うん、だからありえないところでありえないことが起きない限り分かんないよね <laughs> でもそれで言うとさもう俺ら見てるかもしれないよね結構相当数気づいてないだけで気確かにねだって街中でもいるのに気づいてなければ絶対気づかないもんねその後にあのさ霊能者散歩っていうのに参加したことあるのれ何それ霊能者と散歩するっていうだけでその人があそこにいますっていうのをずっと眺めて見えるかどうかっていうおもろない <laughs> 見えんの結局誰かはいや俺は見えないあの二人きりでやった <laughs> それは 2> 2ちょっと、うん、分かんないね林さんに霊感があるかどうか確かめましょうって言ってその人が見えるって言うんです <laughs> でその遊びはなかなかだな、うん、女性でね学校の先生なんですよ、うん、ほんで当時、まあ、仲良くしてたから「うん、このちょっと、あのー、してくださいよ」って言ってで、うん、あのねえー、っと街歩くんです深夜に二、うん、人で。 歩いていってあああそそそこここにににいいいまままますすすす見えますかって言って近づいて「ここですか?」って振ってあーちょうどそこですあなたが振った手が幽霊の胴体を貫いてます」って言うんですけどもう,もう何も見えないの貫いててもわかんねえんだそう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 だから僕はああんかちゃんと見えることはできないんだなと思ったうん、うん、なんかでもあの触らせることができる人っているらしい,いるいるいるよい,いるよ 感触でわかるそうそうそれはすげえなって思うけどね大阪のパン屋の2階ねああそれはあれか座敷座敷わらしに触らすことができるっていう人があるやつですけれどもそうんかねそれはちょっとぜひやってみたいですねやってみたいよね手がしびれるんすよ触るとちょっとね僕も経験したことありますけどまあしびれたね電気袋とかっつったか ちちょっっと忘れれゃったけどあでももそんなな感じかもしれない結構それはねあの興味深い現象だなと思いま、ねうん、そうですねいい話やったなありがとうございますちょっと岸本さんに聞いてほしいことがあってね、うん、先に言っとくけど心霊かどうかっていうのは自分らでまあ思い思いあこれ心霊やなって思う人がいると人もいれば、うん、あこれは心霊じゃないよ早瀬君っていう人もいると思うわうん 家の前前をね日らいいだったかな歩てたんですよ夜遅くにねそしたらどうが聞こえてくんのど号うん「なんじゃお前」みたいな「いやなんじゃお前」と言ってないから「んだお前この野郎」みたいなであっち側も「ああ?」みたいな喧嘩してるんですよ「なんやろ?」うと思ったら自転車でえっとこいでた人がいて角で飛び出してきて歩いてる人がであの「 ぶつかりそうになったたから自転車がけのそしたら転んじゃって怪我したみたいな話したんですよねでそれがその道路でやってて喧嘩しててうわと思って見てたのあるうんそしたら自転車の側じゃなくって飛び出してきた人間の方男の人の方うちも男なんですけどそっちの方が口調がんかおかしいんですよねうんどういうこと アンさん、それは、オイラが悪いっつうのかいみたいな。<laughs> えみたいな。落語そう。うん、あの、するってえと、アンさんが自転車で飛び出してきて、それをオイラが、こう、ちゃんと確認もせずに前にスッと出た。うん、だから、アンさんは、オイラを避ける、かばうあまりふと、ハンドルを切る。そして、あんたが転んで怪我をした、それで間違いはないかいみたいな。<laughs> 言ってるんですよ。そ、うん、うだよ、うん、なんだこの野郎みたいな。うん それ本当にアンさん、おいらが悪いっつうのかいって言うんですよ。<laughs> うん、なんだそいつ。わあ言うてて、うん俺、落語家が喧嘩したのかなと思って、うんうん、でも、落語家って多分すごい喧嘩強いなと思って、口喧嘩。まあまあ、それはね、そうだろうね。アンさん、それ、本当においらが悪いって思ってんのかいって言ったら、うんうん、そうだよ、おめえが悪いっつってんだろ、こね野ろって言ったら、そうかい。弱けんか。<laughs> いやそうかいで終わんねえだろそれそうかい終われられないでしょそこでちょっとまあわあわあ言ってたから僕はもう,もうええわと思って帰ったんですけど、うんうん、これって心霊 <laughs> 心霊じゃないんじゃねだってもうどっちも心霊ならありえるかもしれないけどあの落語家の人にさ話を聞いたの、うん、でこんなんあってさって落語家の人もあの喧嘩するときに落語みたいに言うんですねって言ったら いやアンさんって言わないよみたいなと <laughs> かするってえととかって言わないから <laughs> 多分それ若い人なんですかし<う>かも。 おそらく落語ファンだと思いますよって言ってました。<ー>落語ファンが落語聞いててテンション上がってもうて、古典で。そう。で、落語を聞きに来る人って結構いるんですよって話し方が、落語家の自分の方は、あ、今日本当来てくださってありがとうございますってのに、スルアンさんみたいなこと言ってくる、あ、え、お前が落語家かみたいな、お前側かみたいなこと結構あるから、多分それ、落語ファンやと思いますよって,って。多分落語ファンと自転車こいでる人の喧嘩じゃないですかって。 これってですよいやいやもうできてるじゃん答え出てんじゃんあ違うかごめんなさい落語ファンかもね確かにって言ってましたんかねするしかもそうしかも落語ファンって言っても新規やって言ってましたねおさんとかでちょっと恥ずかしいもんね最近落語聞き始めた人じゃないですかねまあでもそのスキードは伝わるからねそうですね日常で使いたいっていうのはうんじゃあこれでいいか まあまあ、はいということで、はいえー、お便りいろいろありがとうございました、はいえー、我々ツイッターやっておりますのでトシボーイズでツイッター検索すると、はい、最新情報はそちらで検索できますさらに、えー ブログございます、うん、過去のアーカイブはそちらで全部聞けますはい、えー、あと年ボイズメールございますトシボイゼロにアットマーク Gmail.comTOSHIBOYS ゼロにアットマーク Gmail.com ご意見ご要望お便りこちらにお願いいたします、えー、お仕事ご依頼別で、えー、ホームページに問い合わせフォームありますそちらでお願いしますはい,はいということでじゃあ終わります今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心ですイルミナイルミナイルミナ よした。トした